ご神道はいただいてくよ。ふざけた真似を。よくも私に恥をかかせてくれたね、エローラ。昨日までのビビってたガラン様だと思うなよ。昨日までの俺は残念ながら見かけだけで本当の侍とは言えなかった。例えて言うならまだマニアな兄ちゃんのコスプレもどきという俺だったが、今日からの俺は違う。この真剣を手にした今、俺は武士としての魂を手に入れたのだ。それはそう、侍としてのライセンスを得て晴れて本物へと生まれ変わったということなのだ。わかるか、生まれ変わった俺は見た目は同じでも中身が違うぜ。その力は昨日までの10倍、いや100倍、1000倍、そう、眠れる獅子が目覚める時がとうとう来たのだ。ごちゃごちゃうるさいね、やっちまうよエローラ。来た来た来たぜ獅子の血がよ。運がなかったなあんたたち。本物となった俺は強い。いてえ。ナスター社とエローラがまさか。信じられん。彼女ら二人組は各地の財宝などを盗み取ってはそれを世界中に転売している盗賊なんです。でもうちにはそんなお金になるようなものなんかないですよ。立派なのは家だけですから。 Are you sure? 重光さんにはお心当たりがあるのではないですか。ぎふり、ご用金ですね。うわっ、こら進化。 That's right。おそらく彼女らが狙っているのは青池に伝わると噂される江戸幕府の隠し財宝、徳川御用金。徳川御用金？何それ。夏さん、あなたのご先祖が日本から幕末に多くの領民たちと共に海を渡りこの地へ住み着いたことは知っているわよね。もちろん、当時の戦いに敗れ領地を追われたためだと聞いています。そう、確かに。でも一方でそれはあくまで表向きの話だという説もあるの。表向き？実は彼らは幕府からの極秘の任務を帯びていた。その任務とは、来るべき徳川幕府復活のための資金、徳川御用金を密かに国外へと運び出すことだった。その額、時価数百億とも数千億とも言われているわ。数千億？で、結局その半分は永住の地と引き換えに時の皇帝に差し出されたとされているけど、残りの半分がまだこの国のどこかへ隠されて眠っているという話なの。本当なの父上？そんな話、私聞いたこともないわよ。いや、このことは青池代々の極秘事項で、たとえ娘のお前でもな。じゃあ当然ナスター社とエローラにも話してませんわよね、兄上。うん、当たり前。その様子だとあの二人の色化に目がくらんで話してしまったようね。どうせスキンシップに乗せられていい気になってたんでしょ、父上。つまん。一体どんなこと話したのよ父上。いや、実はな、ご神道はな、でな、この、で、これ、ご用金の本でもってさ。ご神道にそんな秘密が。このままじゃガラン君が危ない。ガラン君、ガラン君。さあ、もう後がないよ。おとなしくご神道をお渡し。断る。これは夏殿よりいただいた俺にとっては大事なものだ。どういうつもりか知らんが、命を懸けて守ってみせるぞ。ガラン君。ナスターシャ・ニジンスキー、およびエローラ・スパートか。インターポール保安官キャリー・ホワイトだ。両名重要文化財、および財宝の窃盗、売却、もろもろ23件の容疑で逮捕する。おとなしく投降しなさい。インターポール？こら、ナスターシャにエローラ、よくもわしおったばかりおったな。おい、そこの若造、お前がガランか。いいか、ご神道はやつらに渡してはならんぞ。絶対だ、渡ったら切腹だ。切腹、わかったか。ガラン君、そいつらお尋ね者なんだから遠慮なんか無用よ。私が許せ。やっちゃいなさい。よし、行くぜ、トカジェフジャンプ。行け。どうし、かなり地球は青かった。
ちょっとミスっちまったぜ。だが勝負はこれからだ。ゴー！なに？ゴー！俺の刀が、魂が。終わった。俺の侍人生短かったぜ。鼻水がしょっぱいや。ガラン君、大丈夫？ナツさん、危ない！ナツさん！この二人を助けたければ、御用金のありかを示す御神刀と交換だよ。己卑怯な！怪我さえしてなければ好き勝手などさせぬものを！ガラン君！刀が…しっかりなさい、ガラン君！目を覚ますのです！カスミ！カスミ！もう肝心な時にはいないんだから、カスミは！行かないで！伊達の神様！すまん、カスミ殿！だが私は行って、誤解を解かなければ！大丈夫か、かすみ殿。伊達の神様。あ、ごめんなさい、伊達の神様。悪いかすみを許してね。侍の魂である自分の刀を折ってしまうなんて、俺は侍失格だ。ああ、このために生きてきた俺の人生は一体何だったんだ。ピカーッ、このガラ、俺のおバカよ。およしなさいって、バカになるだけだから。さ、これをあげるから落ち着きなさい。あ、でもこれ進化さんのじゃ。これはもらえませんよ、進化さん。いいから受け取っておきなさい。何より今夏さんを助け出すのは彼女が夫として選び、ご神刀を託したガラン君、君の役目、いえ、使命です。あなたがやらずして、一体誰が彼女をこれから守ってあげるのです。彼女の気持ちに応えてあげてください。わかりました。この担当を渡せば。それはなりません。え？良いですか？そのご神刀を受け入れたということは、それはここではその相手と婚約、いえ、結納を済ませたも同然。それに御用金が関係あろうがなかろうが、すでにそのご神刀は我青い一族の青い一族たる見印なのです。はあ。それをあのような者たちに渡すなど、夏さんとの結納を破棄することになるだけでなく、同時に一族の誇りの敗北を意味するのです。それは認めるわけにはいきません。はあ。夏さんも青い一族の者、そのことは十分よく理解してるはずです。わかりましたね。はい、じゃあこの担当はお返しするのが一番だと。今のは聞かなかったことにします。すみません。あなたも男の端くれならば、見事この試練を乗り越えてみせなさい。乗り切った暁にはこの侍の証、青池発行侍免許状を授けましょう。侍免許状、それさえあれば晴れて俺は、おお、やるぞ俺は。コンコンコン、ちょっといいですか？セールスなら間に合ってるわよ。あ、いや、あの、なんて冗談はこれくらいにして、これだけ待たせたからにはいい返事を持ってきたんだろうね。ああ、そらよ。いい心がけね。そんな、へえ。